信州小諸の首振り坂に一人の老いた渡世人が向かっていた。人呼んで白須賀の源七。源七は不思議な運命の糸に手繰られるようにその坂道に向かっていた。物語は27年前に遡る。何？身内のものはいらねえだと？ええ、この源七と半蔵、あっしら二人で十分です。客人、俺は前坂一家の貸元万兵衛の首が欲しいと言ったんだぜ。ええ、その万兵衛親分の首一つ35両で引き受けましょう。35両？一人殺せば35両。それがあしらの相場で。あとはお好きなように前坂一家の縄張りを手に入れておくんなさい。本当に二人でやれるんだな。よし、わかった。前金で20両。親分の寝床を襲えばわけねえなあ、源七殿。じゃあ行くぞ。誰だてめえら。前坂の万兵衛親分ですね。真偽は吹きます。源七、猿島の清兵衛に頼まれた腕貸しか。ただの旅人だ。そんな奴は知らねえ。
思ったよりもしつけえな前坂一家。半蔵、お前は川を渡って逃げろ。俺がここで食い止める。おい、死ぬ気か。まだ前金しかもらってねえ。お前は残りの金を清兵衛から受け取って先に行け。清兵衛が前坂一家に殺されたんじゃ元も子もねえ。そうか、分かった。金は俺が預かる。心配すんな。ちょっと、あんた。あんた。安心をしよう。ここには誰も来やしないよ。まだすぐには歩けないよ。誰だ。ただの神酔いさ。文って言うんだ。あんたはバクトかい。無宿の都政人だ。私の死んだ亭主も似たようなもんだった。都政人というよりも遊び人だったけどね。傷が癒えたら出ていけばいいよ。ちょっと
私はどうもお前さんの手で髪を結ってもらわないと落ち着かないんだよ。早く来てもらえるといいんだけどね。もうじきだね。おかみさんそう見ないでくださいよ。この年をして決まりが悪いったらありゃしない。ですから外へ出ないんです。だからといってうちの女郎衆を宿外れのここまで連れてくるわけにはいかないよ。ともかくこの千住宿でお前さんほど腕のいい髪結いさんはいないのだから、お腹の子を産んだらまた出てきておくれよ。子守ぐらいは私がしてあげるからさ。その時はよろしくお願いします。だけどどうしてもあの男の子を産むのかい。といったところでもう始まらないけどね。じゃあまた明日頼みますよ。おい雨屋さん。えい、この辺に神結のおふみって人の家があるの知らないかい。ねえあんた、今夜は何を食べようか。久しぶりにネギマ鍋なんていいかね。もう夏も近いけどさ、夫婦言いながらでも構わないだろう。何しろ今の私は二人前お腹が空くからね。あんた、いいんだよ私を捨てたって。でもこれだけは信じとくれ。私はこう見えて身持ちの固い女なんだ。あんたとこうなったのは決して弾みじゃないからね。この年でやっと授かった、あんたの子を産めるなら私は本望だよ。嬉しいんだよ。待たせたな原始丼。信州の隠れ家でしばらく待ってたが、あんまり遅いんでまた旅に出ちまったんだ。その間にお前からの手紙が届いてな、やっと迎えに来ることができた。あれが手紙に書いてあった女かい。え、春の子は梅の子かい。金を出せ。あの時のおめえの取り分だ。ああ、猿島の清兵衛親分だがな、あれから前坂一家の殴り込みを受けて殺されちまったらしいぜ。前坂一家は今も
親分を殺した俺たちを血まなこになって探してるとよ。おい、伊勢の方に二人殺して70両の仕事があるんだが、どうする？いいんだぜ、このままここに残って仇になっても。ちょうど潮時が来たらしい。やっぱりそうか。数日前から来ている雨売りだ。見張らせてたのか。おい、源氏殿。どうやら囲まれたらしい。その金でお前も逃げろ。これからまた前坂一家の者を切る。ここに残ったらお前も余計な恨みを買うぞ。だったら一緒に、一緒に逃げちゃダメかね。ねえあんた、行田の陣五郎か。白須賀の源七、藪塚の半蔵、二人揃うのを待ってたぜ。そりゃわざわざご苦労さんでござんした。今度ははぐれねえから安心しな。おめえらやっちまえ。Yeah!
こうして身重のお文を捨てた源七はいつしか半蔵とも別れ、25年の歳月が流れた。源七は老いてもなお人斬りの旅を続けていた。おい、キュウスケいるかい？ほら、キュウスケ出てこい！なんだこれ？一体どうしたんで？どうしたもこうしたもあるか。おい、キュウスケ、お前に話があってきたんだよ。身に覚えがあるだろう。さて、何でしょう？とぼけんな。お前この近くで勝蔵兄が殺されたのを知らねえわけじゃあるめえ。ええ、知っていますが、私には何の関わりもねえことで。ふざけんな。勝蔵兄はな、この茶屋の2階で尺夫としっぽりやった帰りに何者かに切り殺されたんだよ。小栗一家に頼まれててめえが手引きしたんじゃねえのか、清介。八一の兄、私はこの通りもう仇です。そんなことするはずがねえじゃありませんか。金をつまりりゃ分かんねえよ。ともかく気をつけ。ちょっと面かじねえ。この人をどこへ連れて行く気ですか。そんなは引っ込んでない。ちょいと待ちだよ。言ってもねえな。兄さん引っ込んでてもらおうか。ごめんか、胸くさわり。片岸衆の集まる場で無粋な真似は幕府の治るよ。こっちは無宿の当選人でも黙っちゃいられねえんだよ。いいんです、お客さん。何がいいんだよ。もう少しで腹の子が殺されかけたんだぞ。てめえそれでも出ちゃうか。おい、あんまり生きがるなよ。痛い目に遭うぞ。おい、おめえ大栗家にわらじ脱いでるためにだな。俺たちは竹原一家のもんだ。くだらねえやつほどよく一家の名を出しやがるもいいよ。なんだと。なんなら俺がこいつの代わりに面貸してやったっていいんだぜ。どうせならその勝蔵兄とやらが殺された場所に案内してもらおうか。おめえたちも姉へ行くかい。面白い。ここで勝蔵兄が殺されてたんだ。してやるよ。このままで済むぞ。もう全部来やがれ。その頃、追分宿では竹原の喜助、
小栗の伊左衛門が勢力争いを繰り広げていた。四の二の町、よーし来たー、またいただきました。今日は突きまくってんな。一人落ちですね。それじゃあその旅人は小栗の伊左衛門のもとにわらじを抜いてるんだな。ええ、間違いなく。これで喧嘩の口実ができたじゃないか。ええ、そのために先生方呼んでるんだ。ここですかい。お呼びにございますか。おお、客人、白井の彦太郎さんって言ってな。はい、座ってくれ。お前らちょっとして竹原一家のものを切った覚えはあるかい。はい、行きがかり上仕方なくでござんす。黙っていたことはお許しください。そのことでこっちは竹原一家と喧嘩を構えなくちゃならなくなった。一旦わらじを抜いてもらった客人を差し出すわけにはいかないからな。それは面目ないことにござんす。まあいい、元はといえばこっちのもんが向こうの四天王と呼ばれる三田の活動をやったことに端を発してるんで、それもつまらねえ色恋沙汰で。そうでござんしたか。おめえさん、その腕を貸してくれるかい。もちろんでござんす。石工一般の恩義を返させていただきやす。向こうは用心棒まで雇ってるらしい。おめえさんの腕を見込んで、まずはそいつらを片付けてもらいたい。この喧嘩に勝ったならば50両払う。50両引き受けてくれるかい。任せておくんなさい。もう一人おめえさんの力になってくれる者を紹介しよう。客人、おめえさんと同じ無宿渡世人の白須賀の源七さんだ。このじいさんが俺の力になってくれるって。よしましょうや、親分、せっかくですがいりませんぜ。帰って足手まといになるだけです。まあそう言わずに、白須賀の源七といえばちっと名を馳せた男だ。年寄りの昔話に付き合う気はありません。ごめん、こむりますぜ親分。出入りは明日の明け陸だ。それまでゆっくりおくつろいなせ。そう思ってんのかい。え、本気でてめえの腕が見込まれたと思ってんのかい。俺の腕を疑ってんのかい、じいさん。そうじゃねえ、あまり人を信用しててめえが浮かれるなと言ってるんだ。なあじいさん。じいさんはよせ。源一さんと言ったか。俺の邪魔をしなければ50両のうちの5両、いや8両はくれてやるよ。それでいいな。おみさん、そんなに腕が立つのかい。さあな、
俺よりまだ強い奴に会ったことがねえってだけのことや。年はいくつだ？25だ。おりゃ、そんなことどうでもいいじゃねえかよ。なんで今更人気でも切ろうってのか。白井の彦太郎だったな。上州の生まれか。もともとは武州よ。創価のあたりで生まれたらしい。千住宿の近くか。千住？ああ、そんなことも聞いたことがあったような気がするな。死んだおふくろから。おふくろさん何をやってた？はあ？おふくろさんの名は？何を聞くんで。まさか昔おとよって釈夫と馴染みだったなんて言い出すんじゃねえだろうな。おとよ、釈夫だったのか。そうよ、俺のおふくろは生まれついての釈夫、バイタだ。俺はテテ親の顔も知らねえ。悪かったな。いいんだよ、おふくろさん。苦労だったね、あんたを立派に育てて。俺が15の時に病で落ちんで、これから少しは楽をさせてやろうかと思った矢先だった。それから旅暮らしは。ずっと渡世人をしていたのかい？駿河の料理屋で板場の修行を積んだこともあったけどな、結局は太く短く、面白おかしく生きるに越したことねえだろ。あんたみてえに喧嘩をほどほどに、静かに旅をしてるや長生きするかもしれねえけどよ、俺はまっぴらごめんだぜ。パーッと散るのが性に合ってるな。だからあんな無茶な喧嘩をするのかい？あんな竹原一家と茶屋で見てたんだよ。なんで、あそこにいたのか。あ、そうか。ブルブル震えて見ぬふりしてたってことだな。あれはよ、腹骨の女がいたぶられてたからついカッとなったんだ。向こうにしたらたまたま居合わせた相手が俺だったのが運のつきよ。ほどほどにしとけよ。ちょっとしとくれよ。もうほら旦那も諦めていっちまったよ。それじゃ客人頼むぜ。あいつら何をしてるんだよ。奴らは来ねえよ。え？ここで見てるだけだ。俺たちが勝ちゃ出てくるかもしれねえが。どういうことだよ、一家同士の出入りじゃねえのか。小栗一家の伊左衛門親分はもともと竹原一家の木助親分と本気でことを構える気はねえんで、今度のいざこざの落とし目に俺たち二人の命を差し出して、それで手打ちになりゃ上等って算段だよ。じゃあ俺は担がれただけか。初めから50両なんて出す気はねえってことか。まさか俺たちが2人で勝つとは思っちゃいねえ。だから勝っちゃいいのよ。え？どうする、俺たちもここで引くか。いや、元はといえば俺の喧嘩でもある。じゃあ行くぞ。
一緒に。親分、キスケの首はあっしが取ってみるやつ。おめえら二人でかい。その代わり約束の50両きっちり払っていただきやす。おお、何、そうしなければてめえは一生竹原一家から命を狙われるになる。本気で50両もらう気なのかい。その金でてめえは敵になれ。え、本気で敵になれ。どうして。てめえは都政人には向いてねえ。俺の若い頃とは大違いだ。俺みてえになるな。いいか。どうしますか親分。てめえは、あんなめっぽつやつがいたのを気づかなかったのか。あいつは誰だ。誰だ。竹原の木助親分さんでございますね。人気は省きます。そうじゃねえ。俺に構わずおめえは逃げろ。そうはいくか。腹が痛むのかい。俺も年だ。いつ死んでもおかしくねえみだ。ひでえ熱じゃねえかよ。ずっとこんな調子だったのかよ。こんな体で戦ってたのかよ。しくじったが大丈夫だ。ここで死ね、俺の命で肩がつくから。ケイさん、俺のために死のうってのか。なんで、なんでなんだよ。大丈夫か。長いしなり、しっかりしてくれよ。ここは墓場か。あれでならしい。それちょうどいい。ここにほっぽってくれりゃいい。そんなこと言うなよ。もうじき小諸の宿だ。そこに行けば薬も買えるし、医者にも見てもらえる。俺に構わず行けなあ。おめえはもう敵だ。なんで俺にそこまでしてくれるんだよ。俺にもな、もし生まれてたらおめえと同じくらいの子がいたかもしれねえんだ。こんなろくでもねえ生き方してるとな、この年になってやっと見えてくるもんもあるんだよ。もしかしたらもっと別の生き方もあったんじゃねえかってな。俺みてえに人の経理地が染み込んで腐り切った身になっちまったもんどうにもならねえが、おめえならまだ間に合うね。おめえならまだ流れてんだよ人の血がな。水を探してくれよ。いけねえよ。こんな時に水なんか飲んだきっと命取りだ。そうなのか。おい、どうした。死にてえって言ってるそばからまだ生き延びることを考えてやる。まったくこれだから
都市になってもな、ざまに。最近いつは作り行かねえ、俺は行かねえ。お願いだ、助けてくれ。え？包丁がうまいんですね。痛みはどうだい？大丈夫でございます。あいつはいるよ、向こうに。そうですかい。俺のことなんざ捨てちまえばよかったのに。そう死に急ぐことはねえやな。心配せんともよ、そういう日は必ず来んだからよ。すまねえことをしやした。じいさんにも迷惑をかけちまった、うん、片木から情けをけるな。二度目だ。申し遅れました。あっしは白須賀の源七と申します。うどん屋の茂平で。一緒にいたのは娘さんですかい？うん、孫娘のうちよで。あいつの親はよ死んだんで。あいつを産んだ俺の娘はよ、さぞ俺のことを恨んでいただろうな。茂平さん、昔は散々俺も人を苦しめたんで。人の道ってもんはよ、いつどうなるか分かりゃしねえんで。あんただってよ、まだ間に合うぜ。おお、源七さん目覚めたか。おお、腹の具合どうだ？もう大丈夫で。そうか、おじやが作ったんだ。昨日の朝から何も食ってねえもんな。腹減ったろ。おじいちゃん食べても大丈夫？え？おう、どうかな。食べないで死ぬより食べて死んだ方が地獄に落ちても悔いはねえだろう。
おじいちゃん。行ってきたね。山に栗やキノコ取りに。おお、これなら今日はキノコうどんでも食わせてくれるか。ああ、客に出すほど取っちゃいねえが、キノコなんじゃお百姓さんのお目覚方いつも食ってるだろうな。スズメ屋のうどんだから食いてんだよ。もえのじいさんが死んでからもうめえうどんが食えるのはありがてえってみんなそう言ってんだ。そうそう、お千代もよかったな。で、あ、じゃあ落ちちゃいませんかね。大丈夫だ。あの若い旦那もよーくやってるよ。はい、いや、有限にな。はい。もえさん、もうすぐお千代があんたのひ孫を産むんだ。俺はこの年になってこんな日を送るとは夢にも思ってもみなかったぜ。もえさん、俺は死んでも落ち呼ぼうとあんたのひ孫を守るぜ。ただいま。お父さん、どこ行ってたんだ。ああ、ちょいとな、こんなもんが取れてな、お千代に食わしていいと思って。もう持ったらダメじゃないかい。大丈夫よ。大丈夫じゃねえ。もしものことがあったらどうすんだよ。好きにさせてやれよ。ちょ、うるせえからよ。何がうるせえだ。もうあんまりじゃねえか。はいよ。おう、よく使ってな。はい、森院長。あ、おちゅうぼ、もういいから奥で休んでろな。しましょう。かけうどんを2つ。はい、かけ2つ。かけ2つ、はいよ。おいしいね、お前さん。うん、なかなかだ。毎度ありがとうぜ。初めて食ったがうまかったよ。それはどうも。おちょぼ、ちょいと頼む。え？もし、ごめんなすて。間違えていたらごめんなせよ。旦那さんは昔武州にて行田の甚五郎と呼ばれた方じゃございませんか。今は信州上田の城下で小さな小物屋をしております。やっぱり。妻と二人、旅の道中おいしいうどん屋があると聞き及び寄せてもらいました。27年前に白須賀の源七にこの腕を切られ、今はすっかり堅気の暮らしをしております。お互い
すっかり変わっちまいましたが、まるでなくした腕が昔のことを覚えてるみてえでござんす。おめえらやっちまえ！きっかけで仇になったのかい？いや、しばらくはあんたの帰りを待ってた。俺の帰りを？あの家を一家で張ってたんだ。あの家に住んでたおふみって神弓はあんたの子を宿していたろう。それじゃあおふみはずっとあの家に住み続けていたってことかい？ああ、男の子を産んであんたの帰りを待っているようだったぜ。あんたに話さなくちゃならねえことがあるんだ。1年2年3年と俺たちは待ったが、あんたは帰らなかった。子供が4つになる頃だ。前坂一家をあんたが殺した親分のせがれが受け継いだんだ。お父っつぁん、お父っつぁん。親分となったせがれはあんたのせがれを殺すようにと命じた。殺せ！俺は必死になって止めた。子を殺したところで死んだ親分の仇を取ることにならねえと。だけどダメだった。二代目は旅の者を金で雇い、俺はその見届け役を負わされた。ガキは俺が始末する。客人はもう引いてくれ。そうはいかねえ。もう終わったんだ。おめえら客人を連れて親分に知らせろ。原始の女房とせがれは始末したと。早く行け。これで、あの子を助けてください。その子を連れて出奔したんだ。それじゃあその子まだ生きてるのか？遠州まで逃げて、そこで百姓の家に預けた。その後どうなったかは知らねえ。すまなかった。もともと俺が捨てたんだ。達者に暮らしてくれてりゃいいが。甚五郎さん、わざわざうどん屋を訪ねてくれたな。あっしがいると知ってのことですかい？
あの白須賀の源七が堅気になって暮らしていると噂を聞いた。お気をつけておくんなさい。お互い昔のことがついて回る身だ。へい。それじゃあこれで。甚五郎さん、その腕、すまねえことをした。何？おかげで今の幸せがあるんですよ。客人、腹地抜いたばかりのところすまねえが、またその腕見込んで頼みたいことがある。何なりと？白須賀の源七って野郎知ってるかい？さあ、存じません。まあ、昔の幕徒だ。しかし今でもめっぽう腕が立つ。そいつがこの目の敵を。そいつをやれとおっしゃるんで。どこにいるんですか？小諸のうどん屋だ。うどん屋？やつの居場所やっと見つけた。今は堅いですかい？堅いと言っても油断ならねえ。もう一人腕貸しのつけるぜ。やぶつかの、ヤブスカの半蔵と申しやす。こんなじいさんの手を借りる必要はねえ。まあそう言わず、この半蔵様はな、源七のことをよく知っていなさる。昔は兄弟分だった。金でつるんでいただけですよ。源七ってのはどんな男だい？とても畳の上で死ねるような男じゃねえよ。今さら仇になるなんざ、世間が許してもこの俺が許せねえ。親分、こっちこそこんな若造の腕を借りる必要はねえ。まあそう言うな。この橋場の万次郎さんはな、2年前うちでわらじを脱いだ時、たった一人で敵対する小栗一家を潰してくれたのよ。うちの奴らよりよっぽど頼りになる。頼むぞ半蔵。万次郎、見るなら一人で行け。
お気をつけておくんなさい。お互い昔のことがついて回る身だ。いらっしゃい。どうしたんだい、とっちゃん。いや。何にしますか。盛りをくれ。はい。盛りうどん一つ。はいよ。おちょぼ、かがろ。大丈夫よ。おちょぼ、奥を頼む。漬物見つくれ。はい。いらっしゃいまし。すまねえが酒もくれ。はい。冷やでいい。はい。おじいさん、これも。旅人がそんなに珍しいかい。さっきからそうじろじろ見られたんじゃ落ち着かねえ。そちらさんこそ、あっしを見に来なすったかい。盛りうどん上がったよ。おいよ。ありがとうございます。うまかった。あんたのせがれが作ったのか。ええ。毎度ありがとうございます。いいせがれを持ったな。ありがとうございました。きっとまたすぐに来る。遅かったな。どうだ、奴はいたか。いたよ。間違いない原始か。間違いねえ。間違いようのない目をしてた。何が敵だ。腹はするぜ。若い方はいたか。いたよ。白井の彦太郎ってやつで間違いねえだろ。よし、すぐに乗り込むぞ。待て、慌てなさんな。行かなくても向こうからおいでなすったぜ。あ？やろう！知らすかに返しちゃ！
くれ。半蔵。因果だな、源氏殿。まさかてめえを斬る羽目になるとは。そうか。だったらもう逃げられねえな。当たり前だ。親分の落とし前だ。てめえと彦太郎の首は持って帰るぜ。その話をつけに来た。話だ。てめえと話すことなんかねえ。叩き切ったら。待ちな。向こうは丸腰だ。そんなやつ切って面白いのかお前ら。若えの。おめえさんは半蔵と同じ金づくの腕貸しだな。橋場の万次郎ってもんだ。万次郎さん、おめえさんを見込んで中に入ってもらえて、勝負は明日の明け六つ、ここから二里ほど先の首振り坂六地蔵でつけて。明日だと。バカ言うね。勝負ならここで決めろ。逃がすもんかい。手にはしゃぐな。何してる。話は俺がつける。おい客人、これは竹原一家の仇だ。文句があるのか。文句があるなら俺は手を引くぜ。いや、半蔵のじいさん、あんたもそれで文句ねえな。俺はいつ切っても構わねえ。わかった。源氏さん、約束だな。約束する。おい、彦太郎って野郎だ。わかってる。その代わり、俺たちはあのうどん屋には散々厄介になった。うどん屋には先代の孫娘がいる。そいつにだけは都政のとばっちりをかけたくねえ。竹原一家もそこまではやるめなあ。それじゃあ源氏さん、明日の明け六つ、首振り坂の六地蔵で間違いござんせんね。必ず。人の道ってもんはよ、いつどうなるか分かりゃしねえんだ。早待ち。おじさん、どこ行ってたんだ。あ、まあちょいとな。もしかしてさっきの客知り合いなのか。そんな気がしたが、どうも違ったようだ。おお、手伝うぞ。え、奥で休んでよ。あ、ありがとう。じゃあこれだけ。よいしょ。Thank you.
橋場の万次郎。橋場ってと遠州の生まれかい。もともとは違うみてえだ。生まれたところは覚えちゃいねえ。遠州の百姓の家で育った。ああ俺も百姓のでだ。血のつながりもねえ家で、ガキの頃は散々こき使われたが、大きくなりゃ耕す土も与えられなかった。百姓から土生人になるやつはどれも似たようなもんさ。俺はそれだけじゃねえ。目の前でお袋が殺されたんだ、渡世人に。うっすらと。だけどそれだけははっきりと覚えてやがる。女性人を切るのは楽しくてしょうがねえのよ。その中にもしかしたらお袋を切ったやつがいるかもしれねえ。そう思うといくら切っても切り足りねえぐらいだよ。おめえもろくでもねえ野郎だな。親父はいなかったのかい。顔も知らねえ。きっとろくでもねえ野郎だ。ちゅうぼう、もうすぐだな。そんなにもうすぐもうすぐ言わないでよ、おじさん。なんだかせかされてるみたい。ああすまんね。いや、せかしてるつもりはねえんだから。それだけ楽しみにしてるってことだよ、とっさんは。はい。ん？よいしょ。うん、私、幸せよ。心配しなくてもおじいちゃんだって安心してると思うわ、おじさん。何を言い出すんだよ急に。おじいちゃんの分までおじさんには自分の孫を可愛がってもらわなくちゃいけないわね。ありがとよ。ほらどんどん食い。今のお帳簿は二人目は腹が減るんだからな。はい。Thank you.
ち！彦太郎はどうした？彦太郎は来ねえ。何？約束をたがいやがってか。竹原の親分に寄贈はしたのはこの白須賀の源七がしたことで、白井の彦太郎には何の関わりもねえことだ。やろう。てめえらと勝負つけるなら俺一人で十分だ。源七、てめえは昔とちっとも変わってねえな。半蔵、お前は川を渡って逃げろ。俺がこれ食い止める。百人、俺は竹原一家の仕返しだ。この老いぼれ一人叩き切るのは俺たちに任せてもらいたい。袋のネズミだな、源七。どこへ行っちまったんだろうな、とっつぁん。足元も悪いのにね。おい、待ったぞ。お前、彦太郎を切ってこい。半蔵、何してんだ、おら。元気党、ここは全員切るしか敵になる方はねえぜ。腕を貸すよ。金づくの腕貸しを保護にする気か。おめえらしくもねえ。やっちまえ。人は変わるもんだろ。だけどな、変わらないもんもあんだよ。あんだよ。源七、この俺がきっとおめえのおふくろさんを切った敵だ。源七は見逃してくれ。柴沼万次郎、さあ来なぜ。白須賀の源七、急ぐには及びませんよ。
まずは息を沈めなせ。ありがとうございます。彦太郎のことは半蔵のじいさんに免じて忘れましょう。そうか、忘れてくれるか。だが白須賀の原始とは勝負をつけなくてはならねえ。分かってる。これはもう竹原一家の仕返しとも違う。あんたと差しで勝負がしてみたい。望むところだ。くし、くしそう。あいつは強えな。強え、強えや。昔の俺でも切られてったらな。見ねえよ。まるでおめえみたいな昔のおめえにそっくりだぞ。笑わせるね。ちょっと山の方見てくる。原始さんから預かった。その腹の子に渡せということだ。
息を切らした犬は走る。